朝間635号は米国通り高崎駅を出発です。ということで今回はね、いきなり始まったんですけど、皆さんこんにちは、信濃のゆうさんです。ということでね、今回は北陸新幹線に乗って上越妙高という駅に向かいます。とは言っても今回はただただ上越妙高に行くのではなく、長野駅で一路降りて撮影をしたりしながら上越妙高に向かいました。ということでね、列車はどんどん加速していき、高崎駅を後にしようとしていますが、今回はね、まあ、先ほども言った通り長野を経由して上越妙高駅に行きます。ということでね、今回もよろしくお願いします。今ね、何ていう種別の何号の列車かは分かりませんが、 E7 系の車両とすれ違いです。高崎出てね、一瞬の出来事でした。ということでね、列車をどんどん加速していき、次の停車駅軽井沢を目指して走っていきます。高崎発車から約 2,3 分ほど、まもなく上越新幹線と分かれるところがやってきます。さ、北陸新幹線の上り線の線路がだんだん高い位置にやってきました。こうなるともう上越新幹線ともお分かりです。隣は先ほど持ってきた新潟方面へ続く上越新幹線、ここでお別れ。また再びね、上越新幹線には乗りますが、一度ね、また上越新幹線から離れることになります。ということで北陸新幹線の線路とまた合流し、ここからは北陸新幹線単体の区間となります。列車はこの先安中春名、そして長野県に入って軽井沢の方へ向かっていきます。列車は安中春名駅を高速で通過です。さらにね、後ろの方に座っているんで、このように車内の様子が撮れます。乗車率はまあ半分以下というところでしょうか。そこそこ空いています。薄い通りを越えるとそこには浅間山が見えてきました。まで雪がねかかっています。列車は長野県に入って一番最初の停車駅軽井沢駅を発車。軽井沢は避暑地として有名ですが、避暑地ということはつまり標高が高いということにもなっています。ということでね、皆さんこの軽井沢駅標高何メートルのところにあるかご存知でしょうか。調べてきたんですけど、軽井沢駅の標高は約940メートルとのことです。ちなみにこの940メートルというのは日本にある新幹線の駅で最も標高が高い駅となっています。ということで列車とすれ違いまして、次の停車駅上田駅に向かって出発です。信濃の国という長野県民の県歌にも出てくるくらいの有名な浅間山、こんなに綺麗な浅間山を見ながら旅ができるのもなかなかいいものです。なんか以前もしたような気がしますが、座席紹介です。今回は1番の ABC に座っています。さあ、E2 系とは変わったまた柄をしたカーテンで、サンシェードがあります。続いて背面テーブル、これはね、もう当チャンネルでは何回か取り扱っているのでね、分かる方はもう分かると思いますが、標準的なものです。でここにはドリンクホルダー、このようにペットボトルしっかり置くことができます。ここにはね、雑誌があったりして、北陸や東日本いろんな地域の情報を見ることもできます。ちなみにこれはね、ご自由にお持ち帰りくださいということで、誰でも持って帰れるそうです。さあ、続きまして紹介いたしますのはこちらの枕。東日本の新幹線はね、このように基本的可動式のふかふかした枕です。さらに使い心地が良くて気に入っています。またリクライニングの時にね、使うこれは、まあ、なんていうか分かりませんけど、イニキのボタンとはまた違った形式です。また座席にはコンセントも付いています。リクライニングもかなり倒れて快適に過ごせます。さあ、列車は佐久平駅を通過。今乗ってる列車は浅間号ですが、浅間号の中にもね、佐久平駅を通過する便があるということです。
そして再びまた対向列車とすれ違いました。こう見てもね、かなりすごいスピードで走っています。桜平駅を通過してから約5、6分といったところでしょうか。周りにはね、民家がたくさん立ち並んでいる、そういったところにやってきました。さあちょっとね、新幹線走るところも低くなりまして、一度トンネルをくぐります。この高架橋をくぐると花には信濃鉄道の線路が見えてきました。軽井沢駅以来の合流となります。さあということで、列車は長野県に入って2つ目の停車駅、上田駅到着です。今乗ってる列車は浅間号ですから、次の長野駅が終点になります。なんかこんな明るい時間に上田駅に到着するともう旅が終わったのかというね、実感が湧きますが、そんなことはありません。今回は長野駅まで直行します。ということで、列車は最後の停車駅上田駅を発車です。次の終点長野駅までは約12分ほど。12分長いねと思う人もいるかもしれませんがね、ここら辺からもう準備を始めないと一瞬でついてしまうので、準備、荷造りを始めていきたいと思います。昨日はライトアップで見ました上田城、昼間に見るとこんな感じです。まだね、あまり緑がありませんけど、夜とはまた違った良さがあります。上田駅から約7分ほど走りまして、高速という地域を走っています。さあこれね、今外に見えていると思いますけど、黄色いハープ、これハープ橋って言えばいいんでしょうか、橋ではないと思うんですけど、ここら辺では今の黄色いハープ橋が有名です。そして列車は鉄橋を渡り長野市に入ります。隣にはタンクを積んだ貨物列車が見えました。何やら駅を通過中です。こちらは篠ノ井駅、昨日は特急信濃号で訪れました。ね、普通列車は止まるのですが、新幹線はお構いなしにものすごいスピードで隣を通過していきます。そんなこと言ってるとね、もう篠ノ井駅からかなり距離が離れてしまいました。さあ篠ノ井駅からもう30秒ほど、いや本当にあっという間のことです。下の方にはね、駅舎のようなものが見えてきます。こちらはね、今井駅でございます。今下に見えたのは川中島駅です。でここをね、通過すると間もなく犀川という川を渡ります。さあ信濃鉄道と信越線はこちらの緑色の鉄橋、それに対して新幹線は先ほどと同じ茶色っぽい色をした鉄橋を渡ります。さあだんだんここら辺から長野駅が近づいてきます。今ね、デッキで撮っていますが、こんなところで撮っているともう長野駅に着いてしまうので、一応席に戻って荷造りしていきます。ということでね、長野県の県庁所在地長野駅に到着、昨日の夜に次いで2回目の上陸となります。少しね、時間が空いたので6、7番線にあるそば処信濃というところでそばを食べてきました。いつもね、ここで食べてるんですけど、飽きない味で本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。続いて乗っていきます列車が到着、白鷹559号、長野駅を12時8分に発車する
金沢行きの列車です。で先ほど稲田系の乗車になりましたが、こちらの車両は先ほどの稲田系とは少し違い、所有している会社が違う W7 系の車両でした。この W7 系に乗りたい人は今から乗る白鷹号、そして速達タイプの輝き号など北陸に行く列車に乗ることをお勧めします。まあ、浅間号にもね W7 系が運用に入ることはありますが、白鷹号や輝き号の方が W7 系が運用につく可能性は高いと思います。さあ列車は長野県の県庁所在地である長野駅出発です。でこの先列車は飯山上越妙高と止まっていきます。でね、今回は先ほど、まあ、最初の方にも行ったと思いますが、上越妙高駅に向かいます。この先飯山駅はまだ長野県にありますが、上越妙高駅は、まあ、上越と着くだけあって新潟県にあります。ということで上越妙高に着くと再び新潟県に入るということで、本日2度目の新潟県訪問ということになります。なかなかね複雑な工程でこうなってはしまいましたけど、お付き合いくださいということで、列車はどんどん上越妙高の方に向かって走っていきます。新幹線は長野総合車両センターを横目に見ながら高速で通過です。東京などの、ね、列車も止まっていたりしました。 E353 系リゾートビューふるさと、当たり前のように211系などが止まっていました。奥の方にはたくさんの、ね、果樹園があります。まあね、そこにも注目してほしいんですが、今回は注目してほしいところはまた違います。下の方に線路がたくさん出てきました。こちらはね長野の新幹線車両センター、ちょうどね北陸新幹線の車両が2編成止まっていました。ね、こんなところにも車両センターがあるので、電車が好きな人はぜひ一度ここを通った際見てみてください。さあね、奥に綺麗な山々が見えてきました。そしてね列車も、まあ、皆さんお分かりの通り速度がかなり落ちています。となるともう皆さん何が言いたいか大体わかると思います。そう、駅に到着するのです。で、ね、少しカメラを回すのがね早かったせいでなかなか駅のホームに入線しませんが、間もなく飯山駅の到着です。ということで列車は長野県最後の停車駅飯山駅に到着です。次は上越妙高、いよいよ2回目の新潟県に進出となります。今回は高崎駅からこの上越妙高駅まで来ました。いかがだったでしょうか。次回は白雪号になります。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。